はい、今回はこちらのトムトックのガジェットポーチのご紹介になります。はい、こちらのポーチ中がですね、こんな感じですね。すごい仕切りがめっちゃあってですね、いろんなガジェットをこう区分けして入れることができて、とっても便利なポーチになってます。はい、こちらが中身ですね。こんな感じで仕切りがたくさんあります。まずここと、あとここにもこのバンド的な留めゴムみたいなのがあったり、あとはここはこんな感じで分かれてたりとか、あとここもねあって、あとこっちはねこんな感じ、あとここはポッケみたいな感じ、2つともなってますね。でこういうカラビナがついた留め具みたいのもあります。これもねプラスチックじゃなくてちゃんと金属製ですね。でこれもついてました。今ちょっとメモリーカードとか入れちゃってるんですけどね。こんな感じです。じゃあちょっといろいろ入れていきましょうかね。メモリーカードとか、こうオズモポケットの ND フィルターとかパーツとかね、まあ、これに入れて、まあ、どっか置いみたいな。モバイルバッテリーとかね、マイクとか、まだまだ入りそう。あとは DJI のオズモポケットとかね。いけるかなこれ。こういう蓋とか、よいしょ。SSD とか。まあ、今ちょっと適当に詰めてますけど、GoPro もいける？さすがに無理か。このポーチね、まあ、中すごい仕切りがあって整理しやすいんですけど、まあ、仕切りがあるせいか、結構大きめのポーチにもかかわらずですね、あんまり入らないみたいな、あんまり入らない感じなんですよね。今こんな状態なんですけど、ちょっと閉めるのが、ま、ちょっときついみたいな感じ、ま、こういう上とかに乗せる、上とか、あこれ無理か、無理ですね、ちょっと。うん、なんかね仕切りがあるせいでね、意外とこう入らないみたいなね感じなんですけど、まあ細かいの入れるのにはね、まあ、こういうのはちょっと入れないかもしれないけど、こういうね細かいパーツとかね、こういうのをね整理して入れるにはすごい便利かなと思います。まあ、あとねこう開いた状態で立つんでね、なんか旅先で机の上にポンって置いていたりね、収納ボックス的な感覚で使えたりもしますね。はい、今回はこちらのトムトックのガジェットポーチのご紹介でした。まあ似たようなポーチもね、いろいろ他にも販売されていると思うんで、気になった方はチェックしてみてください。